皆様こんにちは、みえちゃんです。今日も書いていきます。どうぞよろしくお願いします。昨日こちらは新しく書き直してる方の絵なんですけど、だいたいここまで書けました。一回りね、前書いたこちらより、一回り小さくなってます。よいしょ。こんな感じで。だけど、このお手本よりはだいぶ大きいんですよね。こんな感じです。で、お手本、この表紙の絵を見ながら描いてみました。でね、やっぱりね、その前にね、ちょっとカメラが やっぱりおかしくて言うこと聞いてくれないんですよ。それでいつ電池切れるかわからないので またすいませんけど、途中で終わってしまったらごめんなさいね。よろしくお願いします。で、できるところまでしていきますので、本当にお見苦しくてすみません。後で少しずつ改善していきたいと思います。でね、問題がね、やっぱりここなんですよね。ここの削りがね、お手本だとこんな風に綺麗に削ってあるんですよ、ここね。だからとってもね、花びらのこの柔らかさみたいのがすごく出てて、何の花かな、これアネモネみたいな、こう黒い花芯があって、とっても綺麗なお花。これがね、ヒューヒューってこうやってフリルみたいな花びらがね、削ると、これで削ると出るはずのものなんですけど どういうわけか、私が削ると うまく出ないんですよ。ここだけちょっと悔しいんですよね。まあ、あとは大体かけてきましたので、で、前のもね、思いっきり削ってみたらね、少しね、前より少し良くなったって感じですね。ちょっとでもなんか、アネモネっていうよりなんか、ハゲ糸じゃないなんだっけ、ケイトウの花みたいになっちゃった まあいいか。それで、まあ、楽しんで描いているので、別に完璧を目指すあれでもないんですけども、じゃあ、あとね、ほぼ仕上げだけなんで、細かいところのこういう書き残した、こういうね、このシュッて、このこれで線を入れたりね、そういうところをやっていこう、いきたいと思います。どこやろうかな。まずこの穴のところやろうかな。ここね、こう見るとね、ここがイエローウォーカーみたいな、イエローウォーカー、日本語で言うとなんだっけ、黄土色、そうそうそう、黄土色みたいのが塗ってあってね。で、ここからね、これでシュッシュッってなって、シュッ、あら、これもちょっと怪しいです。花びらっぽく削るのが難しいな。先生の削るときはもう水彩画でもそうだけど、すごいなんかもうかっこいいんですよね。なんていうのか、侍のなんか 刀さばきじゃないけど そんなような感じで、シャシャっとね、あれが何とも言えない、なんかあんまりよくできないな、これ。ちはどうだ、こんな感じかな。毎日できません。ちょっと塗ってからした方がいいのかな、それとも濃く。
下地が薄いから色が抜けないのかな、よいしょ。ちょっと今日はね、若干寝不足で、年のせいかね、一回目が覚めると早朝だろうが夜中の3時だろうが目が覚めるとね、その後寝らなくなっちゃうんですよね。もう布団の中で悶々として夜が明けるっていう感じでそういう日が時々あるんで、そういう時はね、もう頭が一日中ぼーっとして、こういうのを不眠症って言うんでしょうけど、まあでも寝らなかった日はね、その日はもう体が自然にあれですから、夜はぐっすり寝ちゃいますので、あんまり気にしてないですね。よいしょ、この辺がこうなって、ここは綺麗です、すごく。ちょっとかすらせて、私模写ってあんまりしたことないんですけど、すごい勉強になるもんですね。なんていうのかな、お手本通りに描くとかやるっていうのが苦手だったので、あんまりやったことないんです。初めて模写したの中学1年か2年の時かな、あれの美術の時間でね。あ、変なとおしゃべりばっかしてから間違えちゃった。美術の時間でね、模写したのがね、ラファエロの聖母子だったかな、すごく綺麗な絵。あの頃はラファエロが好きだったから、何も知らないくせになんか好きで、あれを模写したのをよく覚えてますけど、今やってんのはここの点々のところ、こんなところ意外にこんな色が使われてたりしてね、やっぱりすごいな。模写って勉強になるんだな。こういう色使いとかよーく 見ますからね、普通に絵を見るよりは、実際に自分がその通りに描いてみると、ものすごく、なんていうのかな、実践してみると違いますね、やっぱりね。まあ何でもそうなのかな、自分が実際に経験してみないとわからないのかな。例えば私なんか今洗濯機が壊れちゃったんですよ、突然動かなくなって、でしょうがなくて今手で洗ってるんですけど、考えたら昔の人はみんな手で洗濯してたんだよね。うちの母なんかも昭和30年代頃やっと洗濯機来るまで手で洗ってたんだなと思って、おしめとかね大変だったんじゃないかな。で自分の洗濯機壊れて初めてそういうこと考えるんですもんね。ここもなんか点々とかミモザの花みたいのがここにあって、でここはまた引っかくのかな、ここからこんな感じでシュッシュって、あ、ずれちゃった。だいぶお手本の絵とかかけ離れた気がするけど、
まあアドリブで行くしかない。ここも葉っぱの葉脈が、だからね、あれですよね、実際経験しないとね、あのね、今大変だけどね、あのね、被災地のこととかもね、まあ、口で同情するのは誰でもできますけど、やっぱり実際自分が本当にそういう目に遭わないと、どうなのかね、どうなんでしょうか。食べ物とかね、トイレとかね、お風呂とか、今当たり前みたいにみんな使ってるものがね、使えないっていうのは、実際そういうのを自分が経験しないと、まあ、考えないもんだよね。そのために想像力っていう、あの想像力っていうの、あの想像するイマジンね、イマジンの方あるんだろうけど、想像だけじゃちょっと限界あるもんね。私はこんなのんびり絵を描いてるんだけど、なんか申し訳ないような気持ちにもなりますね。こんなのんびりしてて、はい、まあ、とにかくね、この辺が、あら、ちょっと待ってください。この辺がすごいんだよね。この葉っぱのシュッシュってね、これをやっていきますけど、できるかな。この辺だな。こうなっていて。こっちも葉脈が、よいしょ、結構削るのもハマっちゃう、すごい楽しいこと。ただこのカスが出るのがね、ちょっとね、これはしょうがないんでしょうけど。でこれ、この絵を保存するのがパステルの場合は、このままだと油絵と違って乾かないから、どうなんでしょうね、あのなんかコーティング剤みたいのあるみたいですけどね、あのパステル画のあのスプレーみたいなので、クレヨン画用のがあるらしいんですよ。それを買おうと思うんですけども、そんなにお安くもないお値段なので、でも買わなきゃなんないかな。そうないとこすっちゃってダメになっちゃいますもんね。ここにもなんかいろいろすごいな、あちこちいろんな細かいアレンジあって、この辺もなんかこうなってて、こっからヒューッと出ていて、うわちょっとやばい、まあこの辺はもうアドリブですね、はい、
本当にね、私のおばあちゃんの時代とかね、私のおばあちゃんは明治34年生まれだから、あの本当にあれですよね、江戸時代の人も下手したら生きてた時代だから、そういう時代のおばあちゃんに育ったおばあちゃん、大震災も経験してしたんですけどね、うん、まああんまり話は聞いたことないけどね、昔の人はもう私こんなひどい目にあったとか大変だったとか言わないのでね、あんまりね、まあ大変だったよぐらいしか言いませんでした、私のおばあちゃんはね。でももちろんね、どんな大変だったかは誰でもわかるからあれなんですけども、そういうのだからお洗濯もね、本当にどんな暮らししてたんだろうと思っちゃいますよね、自分が一人分のちっとばかりの洗濯 してるぐらいでそう思っちゃうんだから、昔子だくさんだったしね、たくさん子供いておしめとか大変だっただろうな、うん、あ、だいぶかけてきました、こんな感じでよしとしますか、よいしょ、まあ今これが私の限界ですね、この辺のね、ここまかシュッ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 って出てるのがねすごくいいので、これ真似してみます、今ここはもう書いてある、鼻の穂みたいのが出てて、あ、こっちまで来てるかな、こうやって、うん、ところもこうやって飛び散って、こういうところは蜂が出るんだね、だいぶこういうのを入れると面白みが出ますね、絵に。ここが面白いんだね。ここから、ん？変なことやっちゃった。こんな感じで出ていって。よいしょ。ちょっとやりすぎたかな。まあいいや。白いとこかもしれない、油絵だとあんまりこういう遊びみたいなどうなんでしょう、うん、どうでしょうか、だいぶ面白くなってきた、ここも薄く鉛筆でさっき描いといたけど、よいしょ、ちょん、笹の葉っぱみたいのが出てる、ここに。なんかベロベチャベチャっていうか、まあ独り言みたいに喋ってんので、あの不快な方はあのどうぞあの音を消してくださいね。私勝手に喋ってるんで。よし。ここがこうなって。うん、こんなもんですかね、もうこの辺だね、
銀ちゃんストーブ気をつけて、ね、猫がねもうストーブにかじりついてるんですよ。それで見てないとね時々もう焦がしそうになるので毛皮を目が離せないんで。あ、違うか。いかがでしょうかね。あ、だいぶ賑やかになりましたね。うん。まあ下手でも嬉しいわ。ここまでできてくると嬉しいです。皆さんもぜひいかがでしょうか。でも面白いです、楽しいですよ本当。ここがこうなっていてね、こんなすごいデリケートなね、こういうとこなんか。それでねおまけにここがかすかにしか見えないけど横になっちゃうけど ここ見えますかね、こんなとこまであるんですよ。これをどうしようかな、これちょっと汚れちゃったんで背景塗らないとあれですね。やっぱりちょっとどうしようかな、これかすかにだから鉛筆やると汚れちゃうし、ちょっとどうしようかな、まあ思いっきりやるしかない。こんななっててかすかに、あ、ちょっとカーブの具合がおかしくなっちゃったかな。じゃあこういう風にしよう、なんか変なのちょっとこんな感じでアドリブでやります。こんなの書いてないんだけど自分でやっちゃった、なんか変かな、ちょっとわざとらしいかな。あ、ここにもある、よいしょ、こんな感じ。まあツボはねだいたいできたのでこんな感じなんですよ。お手本でこれ、ここはもう少し削るのかな、削りがうまくできないんでちょっと怖いですね、まあやりすぎても。仕上がってきましたのでね、このぐらいでいかがでしょうか。ここの削りができなかったのでちょっと白をちょっと足します。白く抜けないといけないのでね、どうしても、よいしょ、ここが課題ですね。これからどうでしょうね、やっぱ削った方がいいな、よし。マーガレットの花も少しシードも少しかな、ここら辺が影になっていて、まあこんな感じでほぼ仕上がりですね。こんな感じです。はい。
でお手本がこうですので、どうでしょうか。まああと細かい微調整をして仕上げたいと思います。それでこれが出来上がったら次はね、今度は待望の猫さんのだかな、そうですね、待望のこの次は猫ちゃんの絵になりますので、また頑張って下絵準備してありますので、また頑張って描いていきますので、また見てくださいね。もうまだ少しバッテリーがあるので、もうちょっとやっていきます。最後の仕上げを、この辺がこんな感じでいいし、ここもいいし、削ったし、あ、ここが少し赤が、このところに赤を加えて、白が少し塗ってあって、よし、ここもちょっと少しこすって味を出した方がいいかな。まあこんなもんですね。そうね、まあ、前のよりはいいですかね。前のと比べてどうですかね。そうですね、大体仕上がりましたね。前のがこちらです。はい、そして手本です。まあやっぱり若干気になるのがね、こういう画用紙のこういう汚れちゃうんですよね、クレヨンだとどうしてもね。こんな感じでこれをなんとか解決する方法、まあバッグをだいたい塗りますもんね。マックを塗ればいいんでしょうけど、まあまだまだね、クレヨン側始めたばかりなので、詳しい方いらしたら何かアドバイスとかいただけたら嬉しいです。でこんな感じで、じゃあ今日はこのぐらいで終わらせていただきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。またよろしくお願いします。